フードコブラ族は、ユーロコモクコブラ科に属する族。アフリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、台湾、フィリピン東部は丸い。フードの名前通り、肋骨により、頸部の皮膚を広げることができる。一般的に知られているコブラの印象は、本属の構成種から来ると思われる。このフードは興奮した時に広がり一角等に、 用いられるを広げる種類を指すと記載されている。体の前方を直立させ、興奮、威嚇するときに、シューという音を出し、肋骨を開いて、頸部を広げられる毒蛇である。また、頸部には、目玉のような派手な模様がある。眠毛な性質。毒は主に神経毒だが、細胞毒や心臓毒を含んでいることも多い。通常は、牙にある深い溝に毒液が流れて、 噛みついた獲物の体に注入し、祖獲物の神経を麻痺させた後に捕食するために用いる。しかしリンカルスなど種によっては、外敵に対しての防御行動として、毒牙の先から毒液を噴射することができる。種により毒成分の割合が大きく異なる。森林コブラやケープコブラなどは強い神経毒を持つため、交渉時の死亡率はとても高くなるが、早期に 適切な処置が行われた場合は、出血毒を多く持つ種のような組織のエシは起こらない。一方で、タイコブラや台湾コブラ、インドコブラや多くの毒吹きコブラでは、主成分に多量の細胞毒も同時に含むため、交渉部位を中心とした皮膚の広範囲なエシを生じることが多い。黒首コブラのように、コブラ毒の代名詞である神経毒よりも、 細胞毒を多く持つ種も一部存在する。砂漠から森林まで様々な環境に生息する。天敵としては、マングースカの抗生種や、ラーテル等が挙げられる。前者は素早い動きと体毛、後者は分厚く硬い皮膚と体毛により、毒芽による攻撃を避けて捕食する。植生は、動物食で、魚類、両生類、小型爬虫類、鳥類や卵、 小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は卵生。毒性は種にもよるが総じて強毒種のため、噛まれてすぐに適切な治療を受けなかった場合は命を落とすこともある。ありがとうございます。